第2部。前言ったのは、TikTok って言ったかな。TikTok、中国風。バン！つらいとして、結局、その、のび太のお父さんが、結局、カモフラ亭主。のび太のお父さん、カモフラ亭主っぽいよね。ね。こんな話ね、ほんまにしょっちゅうしてくれはって。藤子先生、一回だけ聞いたんちゃうねん、かどまに。二回目以降ね、なんとお続きやんのかで教えてくれたんだけど、一回目だけはマー君とかいろいろいたってね、聞いてるね。まあ、マー君が主に質問してたけどね、藤子先生ね。うちはどっちかと藤子先生に質問されてたからね。で、結局、二回目、もう来ない。一回目おっしゃって帰ったけど、でも、二日間いたんだったかな。二日目にもう来ないって言って帰りだったけど、どこに泊まったのな。ああ、お母さんだかもしれない。ああ、どこやったかな。ああ、どこやろ。まあ、民宿っぽいのあったかな、あの時代。うん。ああ、営業までしてたかな、あの時代、民宿っぽいとこ。それで、まあ、結局、教えてくれて、いっぱい。それはいろんな人がいい。もう、細かいことしてくれて、笹川さんも来たし、山口さんも来たし。うん。本当のこと教えてくれて。それが大事よ。でもみんなとこそんな本当のこと教えてもらわないよ。だから、今はこの時点で教えてんの。そうせんとうちが不利やからでもあるけど、みんなも不利でしょ。ね。この本当のこと教えるっていうのは、非常に隠蔽されてきてるけど、邪魔もされてきてんやけど、それは教育が邪魔してきてんやけど、じゃあ教育なんか受けん方が良かった？そんなことはないでしょ。しっかりとした教育ワンセットどころか、しっかりワンセットを超えてみんな勉強して、ほんでやっと受けてきた教育の中に、怪しい部分がちょっとわかんない。理系やったらそれが次の事実。文系やったらそれが次の歴史や。ね？でしょ？国家やったら次の政府、次の王朝という形になっていくわけ。本当にやで。本当やで。実際、日本は万世一系というのは藤原の方が万世一系で。そうよ。ちょっと勉強して読んでみ。勉強近い。ちょっと読んでみ。日本史。あれ？これ藤原家がやっとした万世一系なんじゃないかって。ごく自然に歌えるからそこ。な藤原が万世家ってあるあるやろ。日本で一番多い藤原家やし。一番多い名字も佐藤やろ。鈴木は蘇我やし。ん古代王族、日本で王家張った家の名字が一番多いのよ。じゃあなんで名字な家って何中国人、女やな。んそれ変えたらもう事実なくすから。隠蔽するしかないですよね。な、さて、まあだから今の天皇家は藤原な、天皇家みたいな天皇家 OB やねん、実はなんたら藤ってついてる家はね。藤原っていう名字は別に関係ない、そういう意味ではないけど、なんたら藤ってついてる家は天皇家 OB やん、ね。須藤とかはその天皇家 OB やで、そのどこもって、あ、蘇我家やで。藤原一門ってじゃあなんやねんってびっくりするやろ、みんなは。知らんからね。伸び家の人なんかびっくりすると思うね。伸びっていうのは明らかに在日かな。でしょ？だって、じゃあ郷田って、あれは満州からね。満州から戻ってきたか、まあ満州系。顔はすっかり満州街って言ったら、伸び太のお父さんも満州街よ。伸び太は伸び太のお母さんに似てんの。伸び太のお父さんはジャイアンのに似てんのか。じゃあ戦後の時代。在日系、機械人とか、そういった話を上手に表現したのはドラえもんって話よね。じゃあ、ドラえもんこそがまるで日本の技術文明やから、日本人の類型としてドラえもんっぽい人多いでしょ。日本人、まあ、日本先人みたいなドラえもんっぽい人が一番多いねん、実は。まあ、1億人ぐらいドラえもんちゃうよってさ、性格。日本人って。要するに、カッサンドラ、症候群。ドラえもんってカッサンドラ症候群。で、ドラえもんや、あのなんか全員、なんて、アピゴーネンやったけど、忘れた。アンドロポフでもないし、忘れた。アンブローシアでもないし、忘れた。なんて、アパタイトでもないし、忘れたけど。アパホテルでもないし、サラジセクター近いけど。な
アンダルサイトやったっけ、違うな。アポゲノドンやったっけ。アポゲノドンだね、同じやろ、あいつら。じゃあ、よかったな、それ。アポゲノドンって言ったら、水草の種類、大きな部位か。鳥じゃなくなったね。天使じゃなくなったね。アポゲノドンになっちゃったね。植物、しかも水草。やろ、ま、それはええとして、その構図と、つまりドラえもんだけが勝ったんだので、でそれが全部ええとはね、あ、また忘れて、なんだかな。じゃあ、まあ、アポゲノドン、まあ、仮にそうしとこう。まという曲と、ドラえもんという焦点。もう一個の焦点が伸びた。伸びたという焦点は何かと。伸びた以外は全員伸びたに設計する。その焦点を持った大変あの話。それで、結局、伸びたのパパは何も克服できてないものを地域において持ってる。地域住人としては、いまいち全然ダメやろ、伸びたのパパ。伸びたのママも。いろんな漫画みんな好きやろうけど、あんな、伸び、特に伸びたのママ、あんなに人気のないお母さんっておらんやろ。ありとあらゆる漫画があって、いろんな面白い漫画あるのに、お母さんの人気すごいのに、ドラえもんだけお母さんの人気最低やんか。たまに、あ、わかるっていう女の子は、わ、ま、かる丸、みたいな、ついてるから、伸びたのママの気持ちわかる丸、みたいな。それは、なんか、天使浮気してるみたいな。そっちの方がわかるやろ。例えばの話よ。だから結局、他の漫画見てみなさいよ。お母さんめっちゃ人気やん、サザエさんも。ヨシエハンも。で、あと、赤ちゃんのママも。な、ギャートルズも。な、あんな母ちゃんだけどな。母ちゃんは、おふくろ、おかん、みんなめっちゃ人気やねん、のび太のママだけ。人気全然ないやん。似てる？もし、のび太のママの、容姿で、こんなん言ったらどうするうちみたいなやつ。連続攻撃で、全体を攻撃する。怖いやろ？サインとして、えい！変身！逆。あのな、なんか悪いお母さんじゃないとな、育たんよ、男の子。だって女の子はな、その明るいお母さんは女の子死んでんよ。いつもうちも死んなかったから。男の子は明るいお母さん好きで悪くても。で、明るいお母さん、陽のお母さんの娘を陰にしちゃうの。な、明るくて正しかったら娘は陰で、で、悪くはならないけどな。でも、娘は自分は悪いと思ってる。お母さんみたいじゃないし、お母さんみたいに人に明るくできなく、できない、人に笑顔を見せれないうちはあかん。なるやろ？わかるかな？男の子わからんやろ？だって男の子やっぱお父さんみたいに育つもん。な？女の子お母さんみたいに育つやつ、うちお母さんばっかりみたいに育つやん。お父さんもだって、うちにとってはもう、アイドルやってんから、お兄ちゃんとお父さんも。お母さんがもう絶対許されへんやつやった。な？そうやろみんな。でな、のび太の、それ LGBT とかじゃどう？うち LGBT じゃないか分からへんねん。LGBT、お母さんが好き、お父さんが好きとか、それまとめてほしいな。そういうデータ見たんや。嘘ついたらあかんけどね。それと LGBT も嘘って言われるから。な、ほんで、結局、のび太のお父さんに説得力がないねん。のび太にとっては。要するに、男の子にとってはお父さんが説得力ない。深みから何か言ってんの。むしろ深みから何か言えるお父さんだから、キャオー武道の人かもしらんし、ジェイの人かもしれんけど、でも、ここがうまい。いやーってやって、あおかまあ、地域で男同士。俺がここならお前はそこだ。しかし、で真ん中の女おらんしゃあなくなるやろ。
で、それは置いといて、まあ、わかるでしょ。それは置いといて、結局、その、深みがなくてもじゃないよ。例えば、ある集落において、たった一人の女と全員やっちゃってて、その女はもうしっかりした、ちゃんとした女の除血で、で、その女の周りに男たちが、ドーンって、女を守るみたいな、は、まあ、あるねんで、ほんまに。今でも日本だな。地方のな。で、そして、その、お父さんの子供がたくさん伸びてやってる。くっ、ってなるやん。くっせぇ、みたいな感じで。くせやけど、思い返す。見返すか。何やったっけ。とにかく返す。借りよう。何の、わからん。おい誰のこと言っとんねん。その程度の。なんか思んないな。せやなんか、観光のやつ、おかそうか、漁師のふりして。観光に来たやつを、漁師のふりして、おかそうか。海水浴場あるしな。で、うちみたいな、やってくれたら、おう、ナンパ行かへん。あれは漁師やねんけど、ナンパ行かへん。ごめんなさい、ネタです。ごめんなさい。船乗っけたるわ。おやじないけど。船でナンパに連れてってくれるの。まあ、楽しいで。あ、釣りできるの釣りが、あれ、パタ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 。パタ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 させたるわ。パタ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 。その後、パタ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 。ああほか。そうだやったらナンパされたよ。漁船の上で。ところが次のはさ、なんかその若者の二人が張り付けにあったの、親父さんたち。もう、しゃあないから、この村に住むかって言われて、その二人の親父さん。うん、短大面白くないから。それも一つの良さやろ。考えなきゃの良さをもっとみんな自分の幸せをな。なんで人に合わせなあかんの。じゃあ、連呼されてよかったなと言いながら、しまった、どっちも。そうか、しゃあないな。じゃあ、わしらもだな。そんな怒ったあかんで、ね。怒るとこちゃうの。行きたくなるやろ、むしろ女は。男、町の男、伸びたとか。くっそ、こうなったらギシシシシシで。で、これドラえもんせえって書いてある。で、パンで、あ、今のとこ。ディッパー団っていうとこ。何やそれ。何やそれ。アイスクリームアイスクリームじゃない。イスクリームだ。イスクリームか。んー、パンパパン、パパパンパン。イスクリームへ向かって。タルタン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 。タルタンタン。タン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 。パーン。何やそれ、パーン。それでっかいだろ。手で、パーン。ジャイアンか。違うやろ、バンドばっかりやってて、こんなになっちゃうねん、みんな。あ、第3部続く。